こんにちは、スタルケルです。皆さん、今回はこちらプレミアムバンダイにて新たな商品のね情報が出てましたので見ていきましょう。これです。はい、来ました。救急戦隊555より流星合体ビクトリーマーズ。嬉しいね、555 来ました、ビクトリーマーズが。はい、でね、これ、まずちょっと概要というかこのね説明から見ていきましょう。スーパーミニプラで展開してきた救急戦隊555ロボシリーズよりラストを飾るビクトリーマーズが SMP ブランドでついに登場ということで、はい、レッドマーズ1、ブルーマーズ2、グリーンマーズ3、イエローマーズ4、ピンクマーズ5、はい、ということで、でスーパーミニプラグランドライナーと完全連動、はい、こうやってしっかりしまうことができると。嬉しいね。で一部のマーズマシンはゴーライナー内に完全に格納する際、画像とは異なる状態への変形が必要になります。あらかじめご了承くださいらしいですと。はい、でゴーライナー5へのマーズキャノンのマウントを実現。あ、嬉しいね。スペースゴーライナーの改善、完全再現が可能と。で、いや、すげえ、うわー、かっこよすぎる。これマジで SMP だけど、めちゃくちゃ長いからね、これ。すっごい迫力ですよ。456V 流星合体。はい、来ました。ビートルマーズ合体完了。ブね、あのブリッジとか言われてますけれども、はい、いやビートルマーズね、いやこれいいよね、はい、でしかもビートルアーム、はい、ゴーっつってこれ出して、しかもモグールボムセット、はい、デラックス同様全速前足にアームの展開ギミックを搭載、さらにアーム先端のマニピュレーターによって付属する小型爆弾モグールボムの保持が可能。初登場時の暗黒惑星グランデ爆破シークエンスを再現。すごっ。カウントダウンが止まっちゃった。緊急事態なんだ、身動きが取れない。そうだ、最終形態ビクトリーマーズに変形するんだ。ビクトリーマーズ自ら爆弾の起動装置を入れる。3分だけでも動いてくれれば地球は助かる。ライジングフォーメーション。まあこの地球をバックにね変形するんですけれども、これ激アツでした。はい、うわーすげえ、こんなポーズ取れんだ。最終形態ビクトリーマーズ、出た。これ顔ね、はい、ビートルマーズからライジングフォーメーションを経て最終形態ビクトリーマーズへ完全変形。合体変形ギミックに加え SMP ならではの可動プロポーションの両立を再現。特徴的な頭部のパンタグラフ構造も完全再現。いや、パンタグラフ再現してんのすごい、本当に。この絶対ちっちゃいからね、そのちっちゃいのにこう可動をね、ね設けてくれてるっていうのは素晴らしいです。顔ね、この ビクトリーマーズの顔ね、うん、ねなんか一部ではね、まあ、ちょっといろいろこの顔についてね言われてますけれども、その SMP ねちゃんと再現してるからね、当時の顔をしっかりと。そこが素晴らしいですよ。なんか無駄にかっこよくとかしてないからね、当時のやつちゃんと再現してるから。今だトップジェット、はい、ジェットランス先端のトップジェットはデラックスの仕様を継承し、スプリングによる発射ギミック搭載。今の時代スプリングの発射ギミックできるんですか、すごいですね、はい、こんな尖ったものを発射できると嬉しすぎるね。ジェットランスマーズフレアSMP ならではの稼働によって、ジェットランスを駆使したダイナミックなアクションが可能。力一つね、それだ、それだ兄さん。はい。うわ来た、マーズプロミネンス。剣よ、グレンの炎を呼べ。はい。ブレイバーソード、刀身を収録。なるほどね、と。はい。刀身が付属してます。マーズプロミネンスができると。うわー、すげえ、圧巻だね。ここまで来たらもうすごいやってくれました、素晴らしい。でもね、ガオレンジャーもほぼほぼ出てるしね、この555ももう出たし、あとなんだ、銀河マンが今出ますよね、 SMP15 ロボね、銀河を出ますし、あとタイムレンジャーかな、タイムレンジャーやってくださいね、アルファベータ
やってください。 SMP で救急センター555テレビ本編登場ロボがついに全期集結です。すごい嬉しい。はい、デスバー再販実施。おお嬉しいね。はい、バイオマン、なるほど。555の過去ね、これね、ビクトリーロボなんと4年前なんですよね。2020年に出てたっていうね。なので4年かけて全てね、発売しました。ということで、価格7920円税込みの2020年10月発送。早いね。4ヶ月後？早いね。嬉しいね。はい、ということで写真いろいろね載ってますと、まあ、さっきね写真ありましたけれど、こんな感じで、ああ刀身が出てる。はい、だからね、マーズプロミネンスやりたいってなったら、この持ち手の部分はビクトリーロボ買ってくださいってことですよね。はい、うわ嬉しいよ。はい、でこれね、こちらバンダイキャンディスタッフブログにてさらにね、いろいろね、裏情報とか出てんで見ていきましょう。5×5 イコールハテナ、答えはもちろん25ですよね。そう、23年銀河マン放送から25年、で24年555放送から25年、5人の星獣戦隊と5人の救急戦隊が25年を迎えたということです。2つの戦隊のいわばグランドクロス、555ではグランドクロスは災いを呼び寄せると言われておりますが、 SMP のグランドクロスが呼び寄せるのは流星、重力を振り切り成層圏をつんざきやってきました。 SMP 戦隊シリーズ流星合体ビクトリーマーズ商品化決定です。毎回こういうの考えるのは本当すごいですよね、本当に。で、はい、担当ね、 MOM さんからね変わって ZEO さんに変わったそうです、担当が。で6月20日1時よりプレミアムバンダイにて予約開始、もうね予約開始してますので、でこれねレッドマーズはさっきね見ましたけれども、こうやってねいろいろありまして、このゴーライナーとの連動ギミックで、あ来た、スペースゴーライナーの総全長なんと1m10cm、 1m10cm、 すごいね。年長とかそんぐらいじゃない？ 1m10cm って年中とかかな、わかんないですけど、結構大きい、いやもっと小さいのかな、年少とかかな、はい、未就学児ぐらいの長さなんじゃないのこれ、はい、マーズマシン発進、はい、ということで発進してます。 456V 流星合体、はい、ああこれね煽りの、はい、あこれこれがかっこいいんだよね本当に。ビートルマーズ、なんていうの、ビートルアームゴー、はい、でモグルボム初立体か、そうだよな、小さいパーツのため予備を含め複数入れておりますそうなんだ。でライジングフォーメーションと、はい、いやーすごい、あこのね、はい、当時のデラックスのね雰囲気もありますと。でこんなに動くのやっぱすごいな、ビクトリーマーズが。やっぱ SMP ってこの稼働の感動があるよね。で、このね、パンダグラフね。はい。で、トップジェット発射。ジェットランスマーズフレア。はい。で、マーズプロミネンスね。はい。いや、かっこいいなぁ。マーズプロミネンス。やりたいね。で、これがついてて、はい。555集結と。いうことで、でビクトリーロボも再販6600円税込みの2024年9月発送。うわじゃあちょうどこれの前に届くんだ、うわ嬉しいね。そしてグランドライナー11月、はい、まあでもこの9、10ときて11月だからね全然いいですね。おおライナーボーイは9月ですと。うわー、もしこの SMP 買ってない人いたらね、この今全部揃えちゃうから、はい、あ予約終了してんのかなこれ、もうなくなったのかな、もしかしてどうなんでしょうか、はい、ということで、まあなんかワンフェスでも再販するみたいな感じを書いてましたよね確か。ここまでではない、あれくー来ちゃった、黒騎士、あここまでか、なるほどね、やっぱここまでやってくれますか。
なるほど。だから銀河洋をね、最近出したということなんでしょうかね。はい。こうやってね、はい。555とか、銀河マンとかね。はい。いろいろ、うわー、楽しみだな楽しみだな、これは。楽しみですね。いいね。うわ、これさ、だって、あれ、デラックスで、あ、あったか。デラックス、なんかあれか。なんか、ブルタウルスの、なんかあったな、そういうちっちゃいセット箱じゃないけど、こうこのモードにできますよみたいなあった気がするけど、あれか、銀、あれどっちだっけ、銀河マン用のやつはあったけど555用がなかったとかだっけ、なんか どっちかですよね、確か。だから初立体化なんじゃないかな、この、555ビクトリーマーズにつけれるやつが出るとしたらかな。はい、すごいね、これ激アツだね。はい、素晴らしい。そっか、ここまでやってくれるんだね、嬉しいね。はい、ということで、皆さんいかがだったでしょうか。皆さんもね、何かコメントなどありましたらお願いします。ということで、今回の動画は以上になります。いいなと思ったからぜひチャンネル登録、高評価、 X、 TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。